ミダゾラムは、ベンゾジアゼピン系の麻酔導入薬、鎮静薬の一つである。日本での商品名はドルミカム及び、ミダフレッサ上中0.1%。静脈内注射後、通常10秒から2分以内に効果が発現し、1から6時間継続する。全効性健忘症を誘発する。風必須薬品モデルリストに収載されている。連用により依存症。 急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。高齢者、小児、妊婦、アルコール依存症患者、薬物依存症患者、合併症を有する患者、 精神障害を有する患者にベンゾジアゼピンを使用する際には特に注意が必要である。重篤な患者においては、ミダゾラムとその活性代謝物が蓄積する可能性があるので十分に注意すること。腎障害、または肝障害を有する患者では、ミダゾラムの排泄が遅延し、作用強度、時間が増強されることがある。添付文書に記載されている重大な副作用は依存性。 無呼吸、呼吸抑制、絶混沈下、アナフィラキシーショック、心停止、心室頻迫、心室性頻脈、悪性症候群である。主な副作用は、努力呼吸、低血圧である。活動性の更新等のキー反応が、特に小児、または高齢者で見られることがある。妊婦に用いた際に、リスクがあることは確認されているが、 授乳婦での母子へのリスクは確認されていない。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。 非反応に関して、てやがが生じるる。記載されている医薬品医療機器総合機構からは必要性を考え万全とした長期使用を避ける容量遵守と類似薬の重複の確認また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている調査結果には日本の診療ガイドライン5つ日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている ミダゾラムは、ベンゾジアゼピン系薬剤の一つであり、中枢神経系のベンゾジアゼピン受容体に、結合して抑制系のギャバ受容体と、相互作用し、ギャバとギャバ受容体の親和性を向上させて、神経細胞の興奮性を沈めることで、鎮静効果と後継連作用を発揮する。35。日本では、ドルミカムは、ミダフレッサュ作中0.1%和である。 上部消化管内視鏡、大腸内視鏡施工時の鎮静に用いられることもあるが日本では保険適用はなされていない。アメリカ合衆国では一般的に用いられている。日本でも用いる施設が増えつつある。内視鏡検査の苦しみを多くの国々では我慢している。アメリカ合衆国では用いられるのが一般的である。 内視鏡検査ではミガゾラムを成人男性では四ミリグラムをメドに投与することが多い。女性や小柄な体格である場合は減量して用いる。二千九年六月、小児科領域でも、痙攣重積状態に保険適用外で使用されている実情があり、小児科、2年九月十六日、社会保険診療報酬支払い基金よりドルミカムを痙攣重積状態を含む、 転換重積状態に対して処方した場合、審査上認める通知が行われた。2011年9月、社会保険診療報酬支払い基金はドルミカムを、区域麻酔での人生も審査上を認めると発表した。集中治療室での人工呼吸使用時は、ガイドラインにて、ミダゾラムより、プロポフォールが推奨されており、費用面でもミダゾラムは、プロポフォールよりも有利である。ミダゾラムは、 水溶性であり、ジアゼパムのように希釈時に混濁することがなく、静脈注射での投与が容易である。また短時間作用型であり、速やかに覚醒することが特徴である。ジアゼパム注射剤は、速攻性で後継攣作用も強力であるが、使用性で持続点的投与できない。アメリカ合衆国における死刑制度の中で死刑囚を眠らせるための薬剤として使われた例が、 あるただしその効果については疑問視する意見もあるグレープフルーツジュースありがとうございます。